気象庁は午前11時に東北北部の梅雨明けを発表しました。夏の太平洋高気圧に覆われ、東北北部は朝から強い日差しが照りつけています。今後もしばらく晴れが続くと予想されることから、気象庁は午前11時に東北北部が梅雨明けしたとみられると発表しました。平年より5日遅く、去年より11日遅い梅雨明けです。 これで梅雨のない北海道を除き、すべての地方が真夏に突入しました。今日は秋田県内で今年初めて猛暑日が予想されるなど、東北北部は梅雨明け早々厳しい暑さとなっています。急な暑さによる熱中症に警戒が必要です。